間もなく待ちに待った大型連休。皆さん何をして過ごすのでしょうか。すいません、ゴールデンウィークのご予定は。沖縄の旅行行きます。ちょっとやっぱり近いんで福岡から、はい、楽しんでいきたい。小豆島に行きます。香川県の、はい、なぜそこを選ばれたんですか。奥さんの実家がそこなんで。自分は妹が鹿児島に住んでますので、まあ、そちらにちょっと旅行に行こうかなと。国内の方がやっぱ手軽っていうのはありますね。円安の影響もあってか、国内で旅行をするという声が多く聞かれました。一方、観光地では大型連休を前に福岡屈指の観光地も大きな期待を寄せています。インバウンドとかもありますので、ホテルも満席っていう状況が続いておりますから、集客っていうのは見込めるんじゃないかなと、期待を大にして思っております。で、結構県外からも来られるから、やっぱりお土産を買ってってほしいなと思いますね。大きな期待を胸に観光客を出迎える準備を進めています。旅行代理店ではこれまでとはちょっと違うアプローチに踏み出しています。どちらかというとも国内にご案内を進めているような状況ですね。円安の影響で海外旅行の費用は以前に比べ2倍近くに膨らんています。アジアの方はその円安の影響を受けにくいというか、そこまで高騰してないんじゃないかというふうに思われがちなんですけれども、やはり近場のアジアであってもコロナ前と比べるとだいぶ現地費用も含め全てが高く高騰しているような状況ですね。そこで注目されるのが国内旅行です。アドツーリストによると、国内旅行の人気観光地はテーマパークや本格シーズンを迎える沖縄、九州の温泉地など。予約は半年前から入り始め、売上は前年を上回る見込みです。この追い風で好調なのが宿泊施設。 JR 博多駅にほど近い都ホテル博多も半年前から予約が入り始めたといいます。私たちのホテル、駅前ということもあって、ゴールデンウィークに関してはもう大体の 日でほぼほぼ満室頂戴しています。今年に入ってインバウンドの方がかなり増えてきて、半分以上インバウンドの方っていう月が続いてたんですけれども、その5月のゴールデンウィークだけを見ると、やはり国内のお客様も結構動かれているようなところがあります。国内の予約は東京など遠方からが多いといいます。その宿泊施設、気になるのが価格です。福岡市ホテル旅館協会によりますと、インバウンド回復によるホテル需要の高まりや光熱費や人件費の高騰で、客室料は福岡市内でも平均で 1.5 倍に上昇。都ホテル博多でも今年2割程度の値上げに踏み切りましたが、慎重に客の動向を伺っているといいます。長期的な目で見る必要があると私たちは思っているので、そこはお客様 そのレピュテーションとか、その口コミとかですね、そのあたりも見ながらですね、やはり価格が上がると期待値も上がるのでですね、そこはしっかり考えていきたいなって思ってます。暑くなると予想される今年の連休にぴったりのスポットがあります。日本三大カルストの一つ、北九州市の平尾台。春夏秋冬でさまざまな表情を見せる名所は、国の天然記念物にも指定されています。これからの時期、多くの観光客でにぎわうのが、見えてきましたよ、看板が。おじか鍾乳洞って書かれてます。国内で2カ所しかないと言われる垂直の鍾乳洞ですね。周辺の200を超える鍾乳洞の中でも、ひときわ珍しい垂直の洞窟。メディア向けの体験会に参加しました。うわ、なんかかなり気温が下がってきました。涼しくなってきました。中の温度は1年を通して15度前後で、暑くなるこれからの時期、涼を求めて多くの人が訪れます。聞こえます、この水が流れる音。
洞窟の中に来ると涼しいのはもちろん、鳥の鳴き声、車が通る音などは全く聞こえません。本当に非日常的な空間だなというのを強く感じます。ヘッドライトのわずかな光を頼りにどんどん奥に進み、およそ30メートルを下っていきます。行き止まりの表示がありますけど、確かにこう奥見るともうこれ以上人間が入るスペースがないということなんですね。ここまで来たら折り返しです。探検する時間はおよそ30分。すると最後に奇跡の光景が。地上からちょうど太陽の光が差し込んでますよ。水滴が綺麗に見える。うわー綺麗。光のカーテンの中を雨水が滴り落ちる神秘的な瞬間。直前に雨が上がったことで太陽の光と雨粒の交わりが見られたのです。太陽の光がこの洞窟の中に。おじか鍾乳洞の入場料は中学生以上は500円、予約なしでも楽しめます。ここの、はい、その魅力っていうのは何ですか？年中を通して快適に過ごせる場所、気温が一定しているので夏場は涼しくて、冬場はあったかい、そういったあの貴重な特別な場所になっているので、オールシーズン楽しめる場所でもあります。